様こんにちは、ゆんです。今日も秋葉原のクローズベストに来ております。来ているって言っても前回ね15万円分のオリパを開封する動画を上げたんですけども、その撮影終わりでございます。私ね爆勝ちしました。めちゃくちゃ当たった。でね、もう興奮してるんですよ。時間はないんですけど、店長にめちゃくちゃお願いしてこれだけ買わせてくださいって、どうしても気になったオリパがあったの、これだけ買って帰ります。そちらがこれです。ダーン、こちらなんと PSA10 が確定で入ってる一口10万円のオリパでございます。一口10万のオリパなんてそうそう見ないです。しかももう開けたら PSA10 のねこの鑑定済みのあれが入ってるから開けたい。私 PSA10 持ってないんですよ実は。だから初コレクションとして今回爆当たりさせてもらったし、ご縁というか恩というかそういうのがあると思うので買っていきたいと思います。店長、時間のいい中すいません。とんでもないです。逆にありがとうございます。開けますね、よかったら。お願いします。はい、記念すべき初 PSA10。どうしよう。どれだろうな。立っちゃった。すごい。これが10万の重さだ。じゃあ、まずこれ。これで、お会計します。はい。30万円に。うわこの一瞬で30万円が。本当だよ。私がフリーターで毎日掛け持ちでバイトしても届かないよ。お願いします。すいません。またブラックカードはい。はい、ということでお家帰ってきました。クローブベースさんでね、一口10万円オリパを3口買ってきた帰りなんですけども、女の子連れて帰ってきちゃいました。お持ち帰りされた子。お持ち帰りされました。なんかあれから一人で開けようかなとも思ったんですけど、友達が来てくれる予定があったので、一緒に開けていきたいと思います。カードゲーム専門なんで、うん、任せてくれ。アドバンテージのいちごでーす。はい、アドバンテージのいちごちゃんでーす。どうもいちごでーす。YouTube をね、やられてるんですよね。そうですね、あのお店の YouTube をやってて、うん、結構あの、ゆうさんのこと好きな人くらい、そう、嬉しい。これ買ってきたの。30万円。30万円。いや、もう貯金を削って削って。大変だ。ロマンとエンターテインメントのために買いました。PSA10 だけ入ってるオリパっていうのを買うのが初めて、うんうん。私もね、前別の店の PSA のオリパをちょうど開封したところで。うん、うん、言ってたね。そう、LINE したら、えそれ同じオリパかもみたいな。そう、10万、ちょうど10万円のオリパ買ってるから、一緒かなと思ったけど別のとこだった。そう、別の店舗だった。どうだった？当たりじゃなかったんだけど、うん、なんか撮影してから公開まで2週間空いちゃって、その間に10万円下回ってたのに、15万円ぐらいになってて。みたいな。公開しない間に当たりになってたの。うん、すごくない？すごい。だからもしかしたら、外れ想定で入れてるカードも当たりになってる可能性あるよ。10万円より上になってる可能性ある。今はもう本当に PSA って、ちょうど下がり気味だけど、それでもやっぱ、貴重とされてるもんだから。うん。貴重度は変わらないから。うんうん。ちょっとドキドキ。ドキドキ。しながら開封しよう。はい。では早速開けていきたいと思います。いちごさんにも開けてもらおうかな。一口選んでもらってどれがいいですか。じゃあ真ん中。うわー、これ開けます。これで大当たり出たらえぐい。引きます。では、じゃあ私から開けていきたいと思います。はい。一口。いい空気で終わりたい。はい、できればお願いします。あれみんな見た方がいいか。当たりの画像こんな感じです。ドン。大当たりが夏ポケカの3種類どれかが入ってる。さすがにこれ3枚ではないよね。3枚じゃないと思う。なわけないよ、ね。さすがに。けど、夏ポケカが当たるともうやばいですよ。やばいよね。もう手に入んないですよ。やばいか。夏ポケカも限定ものだし。うん、まず夏ポケカ自体が貴重なのに、うん、最高ランクとされている PSA10 だったら、うん、貴重、プラス貴重ですから、お値段も高くなるよねっていう感じ。だよね。うん。私本当に対戦ばっかしてるから、うん、コレクションとかもまだまだ全然少ないし、 PSA10 もこれ初めてだし、うん、なんですけど今日を記念すべき日にできたらいいなって思ってます。よし、いいこと言う。狙いは夏ポケか。夏ポケが、はい、行こう。行きます。おりゃプチプチが入っております。おー、やべー、やばー。え、初めて見る生で PSA。 やっぱ私もコレクションはあんまり興味ないから、うん、PSA とかそんな見ないけど、やっぱこれに入ってるだけでちょっとなんかかっこよって思うよね。確かに、この枠みたいなね、
認められてるってことだから。うわー、こんな感じなんだ。すごーい、こんな感じなんだ。うわそりゃあね、見る勇気が怖くなります。10万ですから、しょうがない、ね、ここまで来ちゃったから行こう。ちょっと緊張するから一旦うちらの出会いの話する。ここまで来てみんなびっくりしちゃうと思うよ話入ってこないよ多分今やっても。簡単に言うと、うん、私がツイッターでポケカ女子友達欲しいって言ったら DM してくれました。あ、そういうことです。そっから本当に会ってプライベートでやってますということで一口目いきます。多分今入ってこなかったと思うけど誰も覚えてない。いきます。32 1ダン。おー、ブラッキー V 全部一緒全部ブラッキーも多分結構貴重で、最近そのブラッキーの SR 普通の SR とかですらも結構値上がりしてたから、うん、V ズもう値上がりしてて、うん、特にブラッキーが値上がりしてたから多分相当10万いってる可能性もあるかもしれない。ハズレがハズレじゃないってこと？あ、PSA10 だと10万8000円。ハズレじゃないんだけど。ハズレじゃないね。ハズレじゃないです、ね。もしかしたらその時はハズレだったかもしれない。ただ8万とかがちょっと上がって10万になった可能性もあるけど、全然ハズレじゃないし、やっぱブラッキーって。うん、テンション上がるかな。うん。で、EV ヒーローズの、うん、もう箱自体も結構貴重だから、うん、EV ヒーローズに入ってる V 字とかはやっぱ結構上がるんじゃないかなとか、これから絶対すられるもんじゃないからもっと貴重になっていくから持ってて間違いないですね。おー店員さんだからこそ語れるお話持ってて間違いないと思います。店員さんが認めるブラッキー V でございます。かっこいい、めっちゃいい。うん、1個目にしたらすごいと思う。本当にハズレ、ね、大当たりじゃなかったとしてもうん、うん、絶対これから価値上がっていくから。いや、これは売らずに大事に大事に金庫にコレクションします。そうしよう。いちごちゃん行く？じゃあ行っちゃいましょう。ここで見せたいですね。お願いします。2匹を見せたい。私が選んで、そしていちごちゃんが開けてくれるという2人の共同作業で。共同作業ね。いいんですか、シルクさんより先に共同作業をしたってシルクが結構共同作業してるしてるか、さすがにしてるか。ごめんごめん、あー捉えたか、くっそくっそじゃあ、いきます。はい、こちらね。え、すごいなぁ。いつも人のオリパを向いてる女なんだけど、はい、ちょっと訳が違うね、やっぱ重みが違う全然違う、やっぱ行きたいと思います。はい、せーの、はい、ふっ、はい、ふっ、シャワーズ V。 そろい出した、そろい出した、 V 字来てるぞ。 V 字そろえるとか言ったら、マジで V 字来た、すごい。 V できたね。めっちゃいい。シャワーズ V の PSA10 でした。はい、かわいい、綺麗、美しい。シャワーズいいよね、めっちゃ綺麗で。何してるの、シャワーズ？なんかチョクラ練ってるんじゃない？チョクラ確かに練ってるポーズしてるわやっぱこう並べるとさ、V字ってイラストめっちゃ良くて可愛くていいね。可愛い、並べたい。多分シャワーズは若干ブラッキーよりは若干値段が下がってるかもしれないけど、さっきも言ったように、うん、イブヒローズだから全然価値落ちないと思うけどね。だからめっちゃいい2個だと思う。大当たりじゃないけど、もちろん V 字で来てる。え、ってことは V 字で来てるってことは、これはってことは夏ポケが当たるっていう予兆。流れ来てる、来てる。信じよう、言霊を信じて、うん、夏ポケカの、夏ポケカの何が好き、一番ブースター。あ、一緒だ。ブ、ほんと？ブースター、ブースター。私がポケカ始めて一番初めに組んだデッキがブースターのデッキだったから。そうなんだ。だからブースターがそう一番好きなの。あ、そうなんだ。うわ、当たりそうな気がしてきたね。うわー、ではラスト開けていきたいと思います。いや、本当にお願い、神様、仏様、いちご様、よろしくお願いします。お願いしますこれは今いくらだ？シャワーズは、69,800円。はぁはぁはぁ。PSA10 で。やっぱりブラッキーの方が、うん、あの人気だから、ちょっと値段が上がってるけど、PSA10 だし、うん、イブヒローズだし、結構貴重なカードとなってるんで。そうね。うん。あとは、単品とかシングルでは絶対私買わないと思うのね。確かに。こう、オリパだからこそ出会えたカードだから、うん、ちょっと縁を大切にしよう。そうしよう。しかもなんかその、うん、イブヒローズ
ヒルズのカードって、まあ、ブラッキーは結構使用するけど、うん、他のカードって、まあ、めっちゃデッキに入るわけじゃないから、うん、あの PSA とかで並べるのが結構ちょうどいいカードかもね。確かに、うん、そういう楽しみ方もあるの ね。そう。それではラスト3口目。バイズがいいな。バイズがいいな。できればラスポケが。できればお願い。今流れ来てると思うんで、画面の前でみんなも願っててください。願ってて。いきます。3 2 1。夏っぽいだってマジさ、ブーマックスの草原のやつだよね。めっちゃ引きやば。汗めっちゃ出てきたよ。なんかさ、すごくない？今ブースターがお互い好きみたいな、ブースター当たったらいいよねって、ブースター一番好きって、そう、一番好きって言ってる。だから来てくれたんじゃない？しかもさ、ブイズブイズでやっぱ、やっぱ流れ来てたんだよ、ほら。最後の最後にブースター V マックスの PSA10 夏ポケカが当たりました。ちょっと待ってくれ。マジ？ドッキリじゃない？ドッキリじゃない。本当に私仕組んでもないし、ちゃんとその引くシーンとかもテンポのやつ撮ってるし、ガチ。え、値段調べたのか。お願いします、店員さん。だって、うちのオーナーがこれに何本かけてると思って。マジでここで引いちゃってやばい。ブサ VMAX の PSA10 は80100000。はい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 。128万。100万円ぐらいの価値があるカードを今引きました。意味わかんない、意味わかんない、意味わかんない。ポケカやってない人はマジでわけわかんないと思うけど、これって本当にすごいんだよ。だって全120口中の一番高いカードが3つあって、それの1個を引いたんだよ。めっちゃすごいからや。うちのもなんか100何万もかけてオリパマ行っても当たんないカードなんだから。本物だよね。本物だよね。本当に PSA10 これ先生。え、大丈夫ですか？鑑定お願いします。いや、ちょっとこうなってきたらちょっと触らせないでよ。正真正銘ですね。すごい。え、でもこれ絶対いちごさんと開けたからだよ。え、ほんと？ブースターって言ってくれたもん。ほんと？だから来てくれた？来てくれたと思う。ほんとにあると思う。私と開けなかったらなんか違うやつだったら、もう違うやつだった。マクワの PSA じゃん。はい、ということでちょっと信じられない神引き動画になってしまったんですが、これガチですからね皆さん。口閉まらないんだけど、やばい本当に。一口10万円オリパー引いてみた結果、ブラッキー VSR の PSA10、 そしてサワーズ V の SRPSA10、 そして夏ポケカのブースター VMAXPSA10 が当たりました。全部 V ズなのもなんかすごい。めっちゃいい、それ。すごい。だってさ、え、めっちゃ嬉しい。ハズレ一覧でも全然アセロラとか他のカードもあった中で、3つ全部ブイズっていうのもすごいし、で当たり引いちゃうのも持ってるね。さすがです、本当に一生ついていきます。本当にまさか初めて夏ポケが見るのがユンチャンネルだと思ってなかった。こんだけ見。しかも動画でアップされたの見るんじゃなくて生で見てるから。そう、今びっくりしてる。はい、仕組んでないですよね。仕組んでないよね。仕組んでないよね。仕組んでないよね。見てたよね。セルファンテープも上がったから。見てた、見てたよ。そうだね。ね。うん。動画でもあの選んでるところありますからね。選んでるところあったよね。はい。よかった。この瞬間を本当に、いちごちゃんと開けれて、よかった。よかった、本当に。私も開ける勇気なかったから。ありがとう、一緒に。ありがとう。本当にありがとう。よかった。マジ声優みたいな。確かに。ね。今度あの、勝負するオリパあったら、絶対、ユンちゃんちで開けるわ。うわー。なんか、もうこれ、ここは絶対当てて、もう引きたいっていうオリパあったら。パワースポットかもしれない、ここ。はい、ということで、今日は、いちごちゃんが名古屋からね、はるばる私のお家に遊びに来てくれたので、せっかくなら一緒に動画を撮ろうということで、うん、私の方では30万円分のオリパと、あと、いちごちゃんのチャンネルでも、なんと、結婚祝いでね、うん、ご祝儀をいただいて、しかももう、おしゃれおつな、一段目プレゼントをいただいたので、気になった方はぜひ概要欄から見てみてください。お願いします。そっちでも買い引きしたね。そう、実はね。実はね。怖いね。なんかすごいんだよね。それでは以上、ユンといちごでした。それでは皆さん、今日も一日お疲れ
ネーションバイバーイ。やばいやばいアドレナリンが止まんない今日寝れない。ごめん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 びっくりしちゃった。